俺は優しい女の子は嫌いだ。ほんの一言挨拶を交わせば気になるし、メールが行き交えば心がざわつく。電話なんかかかってきた日には、着信履歴を見てつい頬が緩む。だが知っている。それが優しさだということを。俺に優しい人間は他の人にも優しくて、そのことをつい忘れてしまいそうになる。真実は残酷だというのなら、きっと嘘は優しいのだろう。だから優しさは嘘だ。いつだって期待して、いつも勘違いして、いつからか希望を持つのはやめた。訓練されたぼっちは二度も同じ手に引っかかったりしない。百戦錬磨の強者、負けることに関しては俺が最強。だから、いつまでも、優しい女の子は嫌いだ。